調布のさまざまな様子を表現したイラストレーター3人の展覧会、町とりどり調布を描くイラスト展開催中の9月2日会場で行われたギャラリートークです。お願いします。調布で生まれ育ってちっちゃい頃に調布の絵を描く展覧会で絵を描くことの楽しさとかを知ったので、今回調布を描くってことで町と植物と人で、僕は町に関して描きました。なんか普段皆さん調布の人で見慣れてる風景もアングルを変えることによって、あ、驚きだったりとか面白いなとか、なんかそういうのを感じてもらえたらいいなと思って、その普通のまっすぐのアングルじゃないアングルで描いてます。パーソナルな自分がよく行くところだったりっていうのを描きました。本当に調布界隈の植物なので、私は水彩で植物を描いてまして、マスキング剤というのを使って白い色をよりクリアにというか鮮明に出す技法で描いております。写真を撮ってきてそれをもとに描いております。風が出て動きのあるいい展示にさせてもらったなと感謝しております。5年前にオープンに合わせて壁画を描かせていただいて、それがきっかけで、ビッグカメラの前のロータリーのところにある絵を描かせていただくことになって、今回この展示会にも呼んでいただけて、全部調布で見た風景と人たち、なんか調布で絵描いてるとすごい話しかけられて、私が描いてる対象の人も話しかけてきたりするし初日に来てくれて、来たよとか言って、お昼食べたってお昼ご飯を持ってくれてそういうのいい人だらけ。中川先生、調布の街といえばなんかこうコラボレーションできないかなと思って、先生の絵で僕ら若手3人がどういう風に同じ風景を描くかっていうのを考えて、それぞれみんな各々描きました。めちゃめちゃ楽しかったです。僕都市計画専攻なんですけど、それでちょっと街の風景とか見るのが好きで、どういう風に絵描いてるのかなと思って気になってて来ました。じゃあすごく参考になりましたか？参考になりました。楽しかったです。